おはようございます。薬剤です。さて、本日のお話は、弱いことは罪ではないというお話です。些細なことを気にしたり、人の言葉を悪く解釈して自傷するように傷ついてしまう弱い心というのは、しばしばそういうことをします。そしてガンガン前に進む人を見て、自分はダメだと思ってしまう。まるで自分が罪を犯したかのように自分を責める。ですが、弱いことは罪ではありません。些細なことで傷ついて、私ってダメだな、俺って弱いなと思ったら、その後にでも負けないと付け加えてください。傷つかないことも強さの一つです。しかしそれ以上に、傷ついても前に進める方が強いのです。人の痛みを理解できる優しさを持ちながら、屈しない心、弱い自分を認識しつつでも負けないと思えること、それも強さなのです。弱い自分を認めることで得られる強さ、傷ついてもでも負けないと思うと、やがて、この人はなぜこんなひどいことを言うのだろうというふうに冷静に向き合えるようになっていきます。そうすると、偽善的にではなく、自然と人に優しくできるようになる。かつての自分と同じように、いわゆるダメな人、弱い人がいても、自分が弱いままだと、まるで自分を見ているようでイライラしますが、弱さを認める強さを持っていれば、手を差し伸べることができる。差し伸べられた人にとって、それはとてつもなく大きく、温かい手になります。弱いことを罪のように責めるのは、やめましょう。でも負けない。傷ついたら、その言葉で締めくくり、前を向く。それは、あなたの心に、強さと優しさを共存させる言葉なのです。では、今日も素敵な一日を。